ありがとうございます。ゴルムボー独立チームのチンパンジー2人合わせたバンドペラでございます。お願いします。そう、今回は400神に精霊の詳細やってまいりたいと思います。よっしゃまた、そろそろライデンが見て、ライデン見たいね、見ないもんね。それでは今回もそうライデンちゃんこと見るぞ。おお、さっき俺さ浮いてて突入世界線変わったんで世界線変わった、はい、もう明るい未来しか見えねえから。おお、じゃあもうこれ確定だね。じゃあポット、あ、もう私に任しておけば大丈夫です。全ては天の導き、天の導きね、天上人、まあ導いてくれるから。いうことか、まあ、これはね黄色に入れると美味しいから、うん、黄色入れるわ。おー、すごいすごい、で、数字の5入れると熱いから、うん、じゃあ数字の5がいいね、うん、いや、難しい5入れてか、うん、難しい5入れるから、天井人は難しい5入れるから、うん、ちっちゃい方入れるから、ちっちゃい方入れちゃってる、まあ、天井なんか取るよ。もうこのジャックポットマスも3つぐらい出すから。マジで、お、もう一声出るから、もう一声出るから、もうすごいすごいすごい、うん、まあ天井だから。天井人どうしたの、やべえよ、天井人だからそれは出る。下界の民とはわけが違う。あ、マジか。まあ隣にネツさんがいるから3つで済まして、ひげるさん、うん、まあまず50な、はい、ネツさんいなかったら全部ジャックポットになってるから。嘘でしょ。いやいや、そんなことないもんね。天井の人と地上の人が合わさってこの確率になってるだけだから。なんだそれは。よかったな。いやいやいや、
ちょっと地上の人も優しくしてよ。ネチさんでバランス取ってるって感じやな。バランスだったのね。でもちょっと終了多いな。大丈夫、天井人。やっぱ地上人のちょっと終了の負の連鎖がやばいな。負の力すごいな。闇の力が強いな。闇やったね。闇やもん。どんどん僕なんか悪化してきてんだけど。まあでもこれ天井の力でジャックポット持ってるから。ああ。天井の力。闇の力が強いな。ちょっと待って、待ってるよね。ブラックマジシャン。いや誰がブラックマジシャンだろう。かっこいいから嬉しいけど。もう無理だろ。やばい。天井の力でもこれどうしようもできない。ちょっと天井の力もダメだった。ブラックマジシャンの力が強すぎて。ありがとうございます。アンディーネジャーズブチャーズよーしゃー。まずはバーディーチュース。2倍、じゃあ4倍じゃない？3倍。ちょっと2倍の BGM は好きじゃないから3倍がいいかな。好きじゃないんだよな、2倍。スタート。どこでもいいっていうのはやっぱり本心だから、本心だから。行けっつってんだろうよ。性格しきれてないよ、ね、本心だね。建前みたいなもんですから、やっぱり建前でしょ。近くに来たらやれって。Oh.
撮りまして、はい、まあ来年は見れなかったんですけども、そうですね、もうあの2000枚くらい泣かされてるんで、ここいらで退散したいなと思います。はい、またしても来年撮れんだから。来年むずい、いつの相手に撮れることやら。というわけで今回は本日以上にしたいなと思います。お付き合いありがとうございました。お疲れ。